帰ってきたと思ったら。しんちゃん、どんなになっても兄様は兄様よ。それにそんな顔見せちゃダメでしょ。忘れちゃった兄様との約束。いいか二人とも、涙っつうのはな、流せば辛い気持ちや悲しい気持ちも一緒に洗い流してくれる便利な代物だ。だがいつか二人も大人になったら知る、人生には涙なんかじゃ流せん大きな悲しみがあること。涙なんかじゃ流しちゃいかん大切な痛みがあること。だから本当に強い人間ってのは泣きたい時ほど笑うのさ。痛みも悲しみも全部抱えて、それでも笑って奴らと一緒に歩いていくのさ。今は泣きたい時には泣けばいい。でもいつか二人もそんな強い侍になれ。